2021年12月3日です、今日から3日間、伊佐田醤油と、冬野菜を使った限定が提供されるようでございます、この日は、9時半に到着しまして、すで、に10名のお客さんが、いました。で、10時頃にはですね、お店が開きました。1日、30食の提供のようでありますね。今日は金曜日でありましたので、まだ残っておりましたが、土日はどのようになるのか、読めませんね。はい、それでこちらが現在のレギュラーメニューとなっております。はい、それでは、本日の限定、伊佐田醤油と冬野菜のラーメンであります。野菜がもりもりでございますね。白菜、パクチョイ、白ネギ、ミニチンゲン菜、セリ、三つ葉、黒キャベツと、まさに冬野菜のパラダイス。そしてこちらは発酵した伊佐田のアンチョビペーストのようなものらしいです。で、このゴージャスな、冬野菜のパラダイスの下には、豚肉が潜んでおります。それで早速セリをいただきますとですね、香りがめちゃくちゃいいですね。新鮮で、香り高いですね。まず驚いたのは塩タンメンのようなビジュアルですね。スープのビジュアル、伊佐田醤油を使ったという、ことでありましたので、醤油ラーメンかと思ったのですが、違いましたね。で、いただきますと、やはり塩スープの感じで、優しさに満ち溢れつつも、冬野菜の旨味がしっかりと、溶け込んだ冬野菜の旨味の塊のようなスープで、そして熱々です。熱々でございます。これ非常に重要です。これでスープ温度が低いと味わい感が変わると思いますね。冬野菜の、旨味が抜群に溶け込んだ冬野菜の旨味の塊のようなスープ、しっかりとコクがあります。この表現の仕方、やはり、非常に独特でありますね。伊佐田醤油と、冬野菜というコンセプトで、この表現の仕方、独特であります。完全に、想像を、良い意味で裏切られました。そしてこの熱々のスープの、温度感が、野菜に馴染むことにより、徐々にさらに、冬野菜の旨味がスープに溶け込んでいくという、流れでしょうかね。はい、それでは、麺をすすってみたいと思います。おそらくキリバ16番手加水 35% のレギュラーメニューの、麺かと思われます。中太と、中細の中間ぐらいの太さですね。いただきますと、ふっくらとした食感、スル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 とした口運び、この乾水低めの感じの、極めてシルキーな麺肌の、ストレート麺がですね、このスープと一体化してきます。スープと麺に、一体感を感じますね。ところで、スープにですね、伊佐田醤油がデフォルトのスープに伊佐田醤油が使われているのかはちょっと、私の舌では分かりませんでした。しかしここまでですね、野菜の旨味感が、じっくりじわじわじんわりと感じれる、スープは初めての体験でございます。旨味の塊感がすごいんですよね。この感覚は他のお店では味わえない、木漏れ日ならではの、塊感、旨味の塊感でございます。旬の食材を使い、旬の食材を生かし、旬の食材の、旨味の塊感を表現してくる、この感覚は、木漏れ日でしか味わえないと、やはり再度、改めて認識させられますね。素材を生かし、素材を使い、旨味を爆発させる、このセンスはメンハウス木漏れ日ならではだと感じます。野菜の知識が、乏しいせいか、一つ一つ、これを食べてるというふうには認識、できなかったんですけれども、セリ、白菜、チンゲン菜は分かりましたが、それ以外の、感じを、旬でこう認識することはできなかったんですけれども、旬の香り高さと、食感よく、この一杯に、落とし込んでる感じは非常に伝わってまいりました。で、スープに溶け込んだ
野菜の旨味の塊感と、野菜の存在がですね、麺とスープの一体感の他にも、このスープと野菜の一体感を、強く感じますね。二重の一体感というやつですかね。なので鍋のような感じがないんですよ。これがすごいと思います。しっかりラーメンに落とし込まれております。個人的な見解ですが、普通ここまで野菜を強調した、一杯、つまり野菜、もりもり、さらに、スープ感も野菜の出汁感が非常に強い感じになりますとですね、鍋スープのような、冬の鍋スープのような感じで、締めの麺みたいな感じに、なってしまいがちなのかと、個人的には思いますが、そうではないところがすごいですね。この、もりもりの野菜を生かした、冬野菜の塊、冬野菜の旨味の塊のような、ラーメンに落とし込んでいる切り口、センス、着眼点が、誠に素晴らしいです。素晴らしいと個人的には感じます。素材を生かしきったラーメン、あくまで、ラーメンという範疇で最大公約数に、素材を生かしきった表現、これが本当に誠にすごいと思います。この辺りになってそういったことが徐々に、さらに感じてまいりました。くどいようですが、旨味の塊感が半端じゃないんですよ。素材を生かした、旨味の塊感、この表現がメンハウス木漏れ日独特であります。素材をここまで旨味、塊、的にですね表現できるお店っていうのは他に、ないと感じております。他で味わったことが、未だありません。はい、それで、この辺りでですね、イサダ醤油をこした際に発生するイサダのもろみ、といいますか、発酵したイサダのアンチョビペーストのようなものというものを全体に混ぜ合わせていただいていきたいと。どうやらこのイサダのもろみのようなものにですね、唐辛子、ニンニク、レモングラス、オイスターソース、豆板醤などを、独自に合わせた調味料のようでございますね。やはりこれは、こちらは辛味噌ではないですね。イサダ醤油を使った、辛味のあるペーストだというのは、認識しましたが、そして、独自の、癖のある、良い意味で癖のある、魚醤の感じが効いた、ペーストだというのは認識しましたが、まさか、唐辛子、ニンニク、レモングラス、オイスターソース、豆板醤など、さらにイサダ醤油、のもろみを合わせた、ペーストだというのは、分かりませんでした。辛味噌ほどねっとりして、おらず、当然ラー油のようにさらっとしておらず、その中央のですね絶妙な、ペーストの感じ で魚醤の感じが非常に効いているペーストで、この、塩タンメンのようなスープ、これだけいただいてもめちゃくちゃ美味しいんですけども、そのスープに、混ぜ合わせますとですね、絶妙な味変化を生んでおりますね。ストーリー性を感じます。一気に味変化させてないところに、ストーリー性を感じます。はい、宮城県黒川郡大平村のメンハウス木漏れ日、本日の限定、イサダ醤油と冬野菜のラーメンでありました。相変わらず、表現力が甚だ素晴らしいという、次元を超えて、素材の旨味を生かしまくるセンス、切り口、着眼点、そして、それを、誠にですね具現化できる腕、まず第一にここが、誠にやはりすごいなと、素晴らしいなと感じましたし、で第二に、あくまでも、ラーメンというところに落とし込んでいる、腕とセンスと、
まあ、要するに素材を生かしきった、ラーメンセンスの、抜群感、で第3に、この旨味の塊感を表現してくる感じ、どのような食材を使ったとしましても、個人的に感じるのはやはり旨味の塊感というこれが軸になっているのがメンハウス木漏れ日かと思います。要するに今回で言えば、伊佐田醤油と、冬野菜、各種冬野菜を生かした旨味の塊感の、爆発表現、これは、メンハウス木漏れ日でしか味わえないと思います。例えばですね、自家製麺で、麺を主軸に、スープをさらっとしていては、このようになりませんし、スープのとにかく旨味の塊感が半端じゃなく表現していると。で、これを軸にですね、分かりませんけれども、個人的に思ったのはこれを軸に、麺を合わせてきて、麺とスープの一体感を強く感じると。私のチャンネルを見ていただいている方は、メンハウス木漏れ日はよく、ご存知かと思いますが、改めて、その、凄さを、まざまざと実感いたしました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。